ストレートから右です。飛びついていきます。おー、いい拾いですね。あー、右のハイトッシュ、先ほどはそれで1回戦を突破しました。左ストレートが結構効きましたよね、先ほどは効いているこの右ローキックですね、これをミルコ選手は受けられないですから。なるほど、勢いがミルコになくなったのはこれどういうところからですか。やっぱりホールディングでですね、スタミナを奪われてきてるっていうのがありますね。なるほどね、このストレートが見事に、しかしこのローキック効いてますね。その後のバイラム選手が良かったですね、行きましたね、やり返しました。もう一発で、もう一発で倒れますよ。ミルコが後ろに下がる、後ろに下がります。うわー、飛び上がりました。ありましたね、ジャビッツとマイアミ第4ラウンド判定です。